ザ・ダイアモンズは、カナダの4人組コーラスグループである。オリジナルメンバーは、デーブ・サマービル、テッド・コワルスキー、フィル・デビット、ビル・リード。1953年に結成。1953年11月、タレントショーのオーディションを待っている間に、デーブ・サマービルは、ボーカルグループと出会い、ザ・ダイアモンズを結成。18ヶ月に及ぶリハーサルを経て、ニューヨークに向かい、 アーサー・ゴッドフレイのタレントスカウトで同率1位を記録し、ゴッドフリーの番組に一週間ゲストとして出演したことをきっかけにコーラルレコードとレコーディング契約を締結。コーラルからは、ジェリー・リーバーとマイク・ストーラーが作曲を手掛けた、ブラック・デニム・トラウザーズモーターサイクル・ブーツをはじめとした4曲が発売された。続いて、ビル・ランドルのオーディションに参加。 ダイヤモンズに感銘を受けたランドルは、マーキュリーレコードのプロデューサーを紹介し、ダイヤモンズとレコーディング契約を結ばせた。1956年にマーキュリーレコードより、フランキー・ライモンザ・ティーンエージャーズの恋はクセモノのカバーバージョンを発売。同作が収録されたシングル版は、全米で最高位12位を獲得し、続いて発売されたシングル、ザ・チャーチベルズ。 メーリングは全米で最高位14位を獲得した。1950年代後半にリード、コワルスキー、レビットが脱退し、後任としてマイク・ダグラス、ジョン・フェルトン、エヴァン・フィッシャーが加入。その後も幾度かのメンバーの変遷を経て活動を続けている。ありがとうございます。